MIDFM761。 JST presents Hawaiian 8 Cafe。 ハワイには8つの美しい島があります。波の音、鳥の声、そして優しく癒してくれる素敵な音楽。土曜の午後はゆったりとハワイアンミュージックを楽しんでいただきたく、このミッド FM にライブカフェをオープンしました。このカフェのオーナーは私エミアオイ、そして素敵なエンターテイナーがあなたを楽しいハワイへとお連れします。 Enjoy the special time with us featuring the beautiful music of Hawaii。この番組は海外専門旅行会社 JST の提供でお送りします。 Hawaiian 8 Cafe 76.1 Mid FM。 皆様アローハー、 Welcome to Hawaiian 8 Cafe right here on 76.1 Mid FM。 リスナーの皆さんこんにちは。10月19日土曜日、ハワイアイトカフェの時間となりましたよ。お元気ですか？今からの1時間はハワイの情報と音楽をですね、お届けしていきます。ゆっくりとお楽しみください。今日もこの方と一緒にナビゲートしていきますよ。人気 DJ で、そしてシンガーソングライター、探して、この方でございます、そしてなんとですね、曲も作る方ですから、これはソングライターという言い方でいいですよね、はいはい、シンガーソングライター、ウクレレの先生バンスケさんです。ハロー。はい、バンスさん、10月のもうね、19日ともなるとやっぱり、はい、今年は暑かったですけど、ね、ようやく秋らしく、ね、なってきて、はい、でもバースさんはそのまま、そうですね、だいたい11月までタンクトップを着るんですよ。そうなんですか、はい、実はね、私昔バースは名古屋でレディワイっていうところで番組やってたじゃないですか、はい、その時 の、 放送の時の写真が、はい、ネット上に上がってて見たら、マジで、うん、そうそうそう、もうその時もタンクトップだった。やっぱりそう、あの時もずっとタンクトップ、あれは10年ぐらいで終わったんでしたっけ。確かに ね、ラジアイの、最後の放送は4月だったかな、うん、そうですよね、で4月タンクトップ入ってたね。そうそう、でその最後の放送の時のものがあったんですけど、はい、タンクトップだった。だからずっとタンクトップで、冬はどうだったかなってちょっと記憶がないんですけど、冬はどうするんですか。冬、まあ部屋の中だったらタンクトップですね。あ、そうなんですね。外だったら T シャツかな。あ、外だったら T シャツ。これはハワイスタイル。そうですね、ハワイの人はみんなそういう感じで、結構ね、ハワイの人も、うん、なんか寒がりと思うでしょ、はい、だけど結構強いですね。そうですね、まあ、筋肉とか、あと大きいな人、大きいな方、まあ、しっかりそこになんか、ね、うん、脂肪がついてる人はいいですけど、あんまりついてない人は寒いものは寒いですよね、うん、はい、ほらこれレディワイの時の、ああ覚えてるよ、これタンクトップ、はい、タンクトップです、ね、でもほとんど筋肉のつけ方が変わらないですね、昔と。そうですね、これ2010年ぐらい、うん、そうですね、はい、今年筋トレを、ね、復活し て、はい、そうですよね、やっと戻りましたね、昔の。うん、そうですね、はい、ハワイの人がみんなマッスルをすごく鍛えてるかっていうと、はい、そうでもないけど、はい、だいたい体は大きいよね。そうですね、日系の人でも大きいよね。日系の人なんでだろう、やっぱり食べるものでしょうか。食べ物ですね、やっぱりロコモコ毎日、ロコモコ食べるとやっぱり朝昼夜寝る前にロコモコ、まあ、特にハワイ島の方は、はい、ロコモコの発祥の地でもあるから。そうですね、はい、いつも思うんだけど、日系で、まあ、私たちと、ね、同じこの DNA というか、まあ、うん、血が流れている日系の方も、はい、バンスは4世ですよね。そうです、4世ぐらいになるともうみんな大きいよね、体もしっかりしてて、はい、僕4世だけど、うん、妹はねちょっと不思議ですよ。ビヨンセ。よく分かったね、覚えたね。覚えてます、さすが。ビヨンセも、ビヨンセもマッチョなの。ビヨンセはマッチョじゃないんだけど、ヒップホップが大好きなのでビヨンセと言うんですよ。あ、そうなんですね、ビヨンセ。
いやエミすごいね、成長しましたねこれ1年間。練習してるしトレーニング受けてるので、はい、すぐ分かるようになってきました。はい、聞いてる皆さんも成長しましたか？そうです、皆さんも、はい、これをハワイアンジョークと言いますので ね、はい、でね覚えていただいて、はい、はい、もうということはハワイではみんなジョークをこう言い合うの、すごくギャグばっかりですね。ギャグばっかり、ギャグばっかり。それは何、相手が言ったことのこう、うん、例えば今みたいに言葉の、はい、なんかイメージで連想して、はい、こうちょっとニックネームを作ってみたりとか。あ、っていうかダジャレより、うん、なんかもう楽しもう、なんか何でも何でも、うんうんうん、面白く、面白い、そう、笑いにする、そう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 、なんで本当にハワイアンとね、なんかパーティーとかしたりすると、うん、みんなずっと笑いっぱしする、ずっと笑ってるんだ。 それすごいだけど、なんか健康にも良さそうですよね、うん、やっぱり笑うっていうことはねすごくいいですものね、はい、そうです、笑っていいと思う、笑っていいと思う、そうそうそう、はい、誰かでもしましょうか、はい、そう、皆さん笑っていいと思うですよ、はい、まあ、そういう健康法というのがハワイにはあると。そうです、はい、で例えばバーズみたいに、うん、体をこう鍛えてこうジムに行ってる人っていうのは、まあ、例えば男性、はい、大人の男性っていうのは何パーセントぐらいいるの？ほとんど？いやね、うん、食べる好きだからみんな。あ、でも体をやっぱりなんか鍛えないといけないような気になってくるよね。そうですね、うん、まあ 30% そうなんだぐらいかな。あとはみんなたくさん食べるから大きく見える、うん、あ、そうか、筋肉に見えるんだけど、うん、筋肉じゃないんだ。まあ半分筋肉半分脂肪かな。あ、そうなんですね、はい、なんかみんなすごいトレーニングをしてるのかなっていう感じがね、うん、しますけどね。女の子も結構マッスルなんですか？マスキュラータイプの人が多いですか？そうですね、まあ波乗りの方はねすごいいい体してますね。女性でもね、はい、そうなんですね、うん、いい筋肉してます、ね、うん、ハワイのね秋っていうのは、うん、特別にこう日本みたいに、はい、秋だなとか服装変えていくとか、うん、そういうのはないんですけど、はい、なんかワンポイント秋が来たと感じることありますか？秋はやっぱり、うん、そうですね、ちょっとだけ涼しくなる、うん、あ、そうね、ちょっとだけ、まあ、まだ真夏ですね。あ、そうなんだ、ちょうど今頃はまだ真夏の感じね。そうですね、うん、でもちょっとなんか温度が下がる、うん、水も冷たくなる。そうですね、うん、まあでも一年中ね水着で泳げるから、まあ、ちょっとだけね。あ、なるほど。 あともう一つは、うん、子供が、はい、学校に戻る、学校に戻る、あ、そうだね、夏休みの後に、長い夏休みね、長い3ヶ月ぐらい、6、7、8、宿題なし、はい、ね、何してるんだろうと思うんですけど、まあ、6月からずっと休みですもんね。そうですよ。そしてで9月戻って、うんうん、だからまあそろそろ、 あとハロウィンとか、あ、ハロウィンが来るとね、来る秋みたいな感じですね。11月の23日かな、最後の木曜、10月31日、うん、ハロウィンですね。あ、そうだった、10月31日、あ、31だ、あれ時々ね、暦によって違うんですよね。今年11月、あ、最後の木曜日でしょ、11月の最後の日、最後の木曜、そうですよね、最後の日ですね、そう、でそれが31日ですね。そうそうそう、ごめんなさいね、ハロウィンに全くそれほど興味を示していない日本人なので、毎年は31日、毎年は31日、皆さん間違えないでくださいね、はい、木曜日では関係ないです、はい、このハロウィンの日になるとやっぱりパンプキンとか、うん、そういうのがこうね、グロッセリーストアとかいろいろスーパーマーケットに出てくるから、 そんな気がしてきますよね。マイクル・ジャクソンもパンプキン大好きですよ、うん、そうなの、そう、なんかジョークでいくでしょ、そう、よく言うんじゃない、マイクル・ジャクソンの曲の中にカボチャカボチャ言うんじゃない、聞いたことない、そうあれカボチャって言ってるの、カボチャ言ってるんですよ、カボチャって言ってるのね、Maybe まあね、そうかもしれないですね、はい、うん、そうやって遊ぶわけね、みんな、ハワイではみんなね、もう何でも、何でもネタは面白くしてネタをそうなんですね、はい、はい、ということです。まあ、秋の風物詩というとですね、うん、日本ではまあ最近はね、そのハロウィンって言うけど、まあ、かぼちゃを煮て食べるところまではいかないんですよね。そうですね、そこまではいかないんですよね、はい、うん、で秋になるとやっぱり秋ならではのコスモスとか、うん、ピンクのね、かわいいお花が咲いてきたりとか、ね、はい、あと、まあ、やっぱり風が冷たくなってくるので、ちょっとだけね、そうですね、うん、で
ハワイではなかったかもしれないんですけど、うんうん、私たちは衣替えって言って、はい、制服も、うんうん、それから自分たちが私服で着てる服も、うん、だいたい9月になると買えるんですよ。今年はもう暑かったから、うん、9月に買えちゃうとね、はい、暑いんですけど、うん、長袖に買えるっていう風習があるんですよ、はい、そういうのはないですね多分。そうですね、うん、でも面白いのは、うん、ハワイの冬とかになると、うん、そんなに寒くないのに、うん、みんなやっぱりファッションをちょっと変えたいなと思って、ちょっと秋っぽく、そう本部アメリカのを憧れして、うん、あメインランドちょっとカウボーイみたいな、カウボーイですか、ちょっと革ジャン着たりとか、はい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 、革そうだね、そう暑いのにね革ジャン着て、必要ない必要ないないのにブーツ履いてみたり、ファッションでそうブーツ履いたりとか、そうですよ、僕もやってたんですよ。あそうなの、ブーツ履いてた、ブーツじゃないんだけど、うん、ちょっと革ジャンとか、もう必要ないです、暑いでしょう、もう暑かったまあでもね、ちょっとしたところでおしゃれを感じるっていうのね、うん、そうですね、それもしてみたいと、ね、はい、勇気になるわけですよね、はい、私たちの場合はもう昔から衣替え必ず夏の服はしまってきれいに洗濯して長袖を出すっていう、うんうん、そういう風習があったから今でもねやってる方は多いと思うんですけどね、はい、そうですね、うん、もうそうすると秋だなっていう感じ、うん、そして冬が来たなってもうすぐ来るなっていうのを感じますね、感じますね、うん、だからちょっとねバンスがどういうふうにこれからね、はい、このトレ、その今のタンクトップの上に、はい、こうなどうやってオンしていくのかなと思って、あなるほど、ね、超興味深く、はい、時にはセーターをそこの上に着たりとか、そうかな、うん、そうだかダウンはあんまり着れないです、ね、ダウンは着ないのね、そう冬は、あじゃあシャツぐらいにして、シャツぐらいですね、まあ、タンクトップはそのまま中に入れたまま ね、 そうですね、そうあでもダウン着るんだったら、うん、真冬とか、うん、一番薄いユニクロの、ウルトラライトダウン着るんですよ、あそうなんだ、そうあとは暑すぎるウルトラライトダウンね、そう、うん、スーパーライトなんです、スーパーライト、あったかいですか、あったかいですね、僕はでもみんな足りないといつもみんな言う、まあ日本の冬は寒いけど、はい、バンスにとってみるともう大好きですよ、ね、日本の冬、あそうなんですね、はい、冬初めて日本に来て冬を体験した時はどんな感じでした、はい、雪は降った、降ってましたし、あとまだね寒がりだったので、うん、すごい寒かった僕は、そう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 、暖かいとこから来る人ってね、はい、めちゃくちゃ 寒がりですよね、寒がりの人もいる、ね、寒がり寒くない人もいる、だけど僕寒がりだった、あ分かります分かります、で筋トレやり始めたら、うん、体強くなって暑くなって、はい、もう今全然冬大好きです、ね、あそうなんだ、はい、もうそういう前みたいに寒っとかって言って、うん、猫みたいにこう丸くはならないんだ、そうですよ、そうなのね、似合わないのににゃーって言ってましたよはいすいません、はいはい、今日はね なんでこういう話をするかっていうと、はい、秋らしい曲がね秋らしい、はい、ハワイにもあるのかなとか思って、うん、はい、バンスさんにお願いしたら、はい、あるよっていうことでね、ありますよ、セレクションしてくれたんです、うん、そうなんだと思って、そうでしょう、ね、パッと浮かばないから皆さん浮かびます、ハワイの秋らしい曲、はい、ね、今日3曲ピックアップしました、あいいですね、はい、ぜひセレクトしたのを紹介してください、じゃあ1曲目いきますね、はい、このバンドはマノア DNA というバンドです、はい、マノア DNA、はい、でバラードの曲だけど、うん、これ聞くとなんかハワイの秋をすごい感じますね、もうキュンとするっていう感じ、キュンとしますね、もうちょっと寂しげになってきたような、そうでアコースティックサウンドも入ってますね、日本にね誰もいない海っていう南沙織の歌があるんですけど、なんかね、そんな感じねきっと、それよりもうちょっと明るいんだけど、あもうちょっと明るいのねあれはね寂しくなっちゃうからね、そう寂しくなる、もうちょっと明るいけどなんとなくキュンとする、そうこれはハワイの秋だなと、うん、みたいな感じになります、マノア DNA ってね、はい、名古屋にもジェスティ名古屋ハワイフェスティバルに、うん、2人じゃなくてハワイ出身 の、はい、アーティストの人いますよね、はい、その方が1人で、来てくれたことがあるんですけど、あそうですか、1人でやる時もあるの、マノア DNA ね3人ですね、ですよね、そう、お父さんと、はい、
ブラザーズ2人がいますね。そうですね。一人でやるっていうのはどういう感じなんだろう。どういう感じなんだろう。ね、あの ビジネスファッションの中ビジネスをで。いまだにですね。そうですよ ね。とても有名な。有名や。フラをやってる人みんな知ってますよね。もう売っちゃったねビジネスを。そうなのいまだに。そうですよ。すごい有名なねファッションメーカーっていうか、ね、女性の方はね、うん、フラをやる方はみんな知ってますよね。ですね。あ、うん、売っちゃったんですか。売っちゃったみたいですよ。ファミリーでやっててお父さんがねすごく、はい、あの代表でやってましたよね。で一人でやるってことはないよね。ないですね。お父さんと必ず、はい、息子2人ですよね。はい、あ、じゃああの時は特別だったのかな。特別かもしれない、ね、そうなんですね。はい、今の DNA、はい、うん、じゃあ Ladies and gentlemen for the feeling of autumn 秋 in fall in Hawaii、うん、This is Manoa DNA and If I Ever。Stars and fly you to the moon.
STST Presents Hawaiian 8 Cafe。 今日はバンスケさんにですね、秋らしい曲をセレクトして、はい、今聞いたマノア DNA の If I Ever、うん、これはどういう意味で捉えればいいですか？そうですね、うん、もしあなたのことが大好きになったら、うん、こういうことをやりますよみたいな、もしもそうだったらっていうことなんです、はい、もしかしたらこうなんかまだはっきりわからない状態なんだよ ね、 そうですね、きっとね、まあ、例えば、ある男性が あのある女性のことを大好きで、うんうん、彼女もまだわかんない、わかんない、そんな感じ、ね、もし付き合えたらこういうことそうねありますよ、ね、はい、素敵な曲でした ね、 ね、本当にバンスさんも素敵な秋の曲を今から、はい、披露してくれるんですよ皆さん、はい、今日はねウクレレで演奏をして、はい、先週の番組はなんとギターでギターで弾きましたしかもねね、スラッキーギターで、はい、そうですね、ね、あのオリジナル曲を歌ってくれましたね、うん、そうですよ、あのバンスさんのギターの演奏でしかもスラッキーでっていうのを初めて聞かれた方も、ね、人生初めてスラッキーです、めちゃくちゃ上手かったですね、ありがとうございます、山ちゃんにゆきさんももう本当にすごいバンスすごいねって言って、ね、コメントくれましたもんね、いやしかもね覚えたのは、番組始まる、うん、そうそうそう15分前でだからそれがすごいなと思って、いきなりアラニさんがバンスさっき弾いて、あ、弾いたことはないんですけど、うん、じゃあちょっと今教えるね、で、はい、それでできちゃうんですね、まさかオンエアで弾くと思わなかったです完璧でしたよ、あの本当に先週のね、あの動画配信がアーカイブで残ってますので、はいはい、もし、ね、よろしければぜひ聞いてみてください、僕の、下手くそな、スラッキーギター、いやいやいや素敵な、もうアラニさん太鼓判の、ね、もともとギターは上手だと思うんだけどスラッキーはね、スラッキー初めてです、初めてということで、はい、 でも今日はウクレレですね、今日ウクレレですね、うん、ウクレレで秋らしい音を出すこともできるんですか？できますね、あ、できるんだ、これは秋らしい、うん、ような感じがする、ね、ちょっと日本のね秋の、あの枯葉がこうあともう待ってるような感じ、そう、で、 できるんですね、できません、はい、素敵ですね、そうです、今日はどんな、ね、曲をライブ演奏してくださるんでしょうか？いつもね、うん、あの自分のオリジナルだけど、うん、やっぱり秋っぽい曲だったら、うん、マルーン5のサンデーモーニングが、うん、サンデーモーニングいいかなと思って、これはとても有名な曲ですよね、そう、大ヒットだったね、大ヒットした曲、じゃあ聴いてください、サンデーモーニング、素敵ですね、so crazy, living life is hard to do, and I gladly hit the road, pick up with you, that someday it will be back to you, find a way to lead myself back home to you, that maybe all I need, in darkness see is all.Your bones with me, driving slow on Sunday morning, and I'll never want to leave. Fingers trace every outline, paint a picture with my hands. Back and forth we sway like branches in a storm, journey weather, change weather till it ends.Maybe all I need in darkness is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I'll never want.
so crazy, living life as I do. And I gladly hit the road for you. That someday you will lead me back to you. Find a way to get myself back home to you. Now maybe all I need in darkness is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow in Sunday morning, now never wanna leave. And maybe all I need. Thank you. このグループはアメリカ本土、ね、はい、であとキャリフォルニアの方かな、はい、なんかで結成されて、日本ではコマーシャルソングね、あの車かなんかのコマーシャルソングやったりしてますね。有名ですよね。あとやっぱり日本来ると、うん、あのアリーナツアーですね。大きいところばっかりですよね。そうですよ、大人気の東京ドームとか、うん、ドームツアーですね。あのマンさんはこのグループが好きなんですか？はい、もう大好きですね。この何ジャンルっていう言い方をすればいいですか？まあ、ポップですね。ポップだね。ロックちょっと入ってる、はい、ポップ、そう、ロックでもありポップスでもあるって感じですかね。もうあの曲、うん、もうキャッチーな曲ばっかり作ってますね。シューガーというっていう曲とか、あ、そうね、聞いたことあります、はい、とてもヒットしたものばっかりですよね、彼らね。そうそう、でキュンとするのね、なんか、うん、あのこれカリフォルニアサウンドと言えます？ハワイサウンドではないんですけどね。カリフォルニアサウンドですよね。そう、みたいなね。マジ好きなんだ。そう、大好きですね。ウクレレで、ね、みんなあのそれぞれ楽器を持って演奏しますけど、うん、ウクレレでやるとまたね、こう独特な雰囲気になりますね。そう、いきなりハワイアンっぽくなるんですけどね。もう明るくなりますね。あの多分ね、皆さんね、うん、これハワイの曲なんだって思われたかもしれないですけど ね、 ね、うん、ウクレレって不思議ですね。そう、不思議でしょう、ね、持ち運びやすいしそうですね、軽くなるし、それと、うん、なんだろう、あの一気にこうフレンドリーになるというか、身近な感じがして、うん、ね、しますよね。友達すぐなれるし、友達にすぐなれるっていう感じですよね、はい、うん、はい、わあ、そうだ、マーションはいろんなね、あのもちろんハワイアンの曲、オリジナルの曲、いろんな曲をね、はい、演奏しますけど、うん、例えば今みたいなこうちょっとメロな感じとか、はい、ブルーノ・マーズのでも、うん、ちょっとファンキーなのじゃなくて、はい、Just the way you are とか、はい、ああいうような感じのものとかね、はい、ああいうの好きですよね。大好きですね、うん、まあ、ハワイも好きですね、うんうん、あのハワイ あのフルソングとか、そ、あ、そうですね、ダンサーのために演奏したりとか、 そうですね、それも大好きですね。そうですよね、うん、ウクレレでいろんな、ね、ジャンルの曲を演奏できるということで ね、はい、ね、あのウクレレってすごい魅力がありますね。ありますね、うん、今みたいな感じのウクレレの中で、はい、こうあの一番好きなあのこのハワイアンじゃないので、うん、ウクレレで弾いてぴったしっていうのはあります？おすすめなの。ハワイアンじゃない方、うん、ハワイアンじゃない方はね、うん、まあ、僕のオリジナルとか、あ、オリジナルね、そうだよね、そう、バンスのね、あのオリジナルもすごくウクレレぴったしですよね。そうですね、そうですね、アラミヤムチさんと一緒にやってた。あ、そうです、そうです、まあ、でもその時僕ギター弾いてたんですけど、うん、そう、でも声曲が、はい、あのオリジナルいくつもある中でバンスはバンド活動の中で、はい、いつもウクレレを担当してボーカルだったんですよ ね、 そうですね、ギターでもなかったんですよね。ギターじゃなかった、うん、そう、ギタープレイもちゃんと言いますので、ね、でもギターもすごく上手でね、まあ、ギター好きですね。あ、ギターが好きなんですね、はい、そうですよ、やっぱり高校の頃みんな男の人たちはみんなギター弾くんじゃないですか、うん、そうなんだ、モテるために。あ、そうなんですね、だから僕は一緒だったね。あ、じゃあホテルキャリフォルニアとかああいうのも弾いてた。そう、ロックとかいろいろそういうのもやってたんだやってましたね、はい、そっか、あ、ウクレレを弾くのはなんかあのハワイでは当然だし、そう、やっぱりギターを弾きたいと。弾きたいで、日本来てあのやっぱり J-POP とか、うんうん、ウクレレで弾いたりとかして、うん、あの真夏の果実とかね、僕ね、あの、うん、藤井フミヤの True Love とか、あ、True Love をウクレレで、ウクレレで弾いたりして、今度弾いてみたいですね。ちょっとだけね。あ、やった、ちょっとだけ振り返るといつも君が笑ってくれた。
風のようにそっと君だけを信じて君だけしかいなくて感じ。トゥルーラブ。そう。いい曲ですね。なんかウクレレで聞いたの初めて。あ、本当ですか。藤井フミヤだってびっくりしちゃうんじゃない？ウクレレでね。もう彼のソングライティングとかセンスとか歌とか。綺麗そうですね。素晴らしいです。もう大好き。でもまずもよくこの高い声出ますね。あ、そうですか。結構高いでしょ？そう、うん、ちょっと高いね。はい、あ、なるほど。こういう風に日本の曲もウクレレで弾くとこんな感じになるんですね。そう。でもキーダウンしてるんですよ。あの C で弾いてた藤井フミヤさん。もうちょっと。C シャープ、C シャープかな。高いんだね。はい、そうなんですね、うん、ウクレレで、ね、弾くと今ウクレレの世界がどんどん広がってるから、うん、ウクレレでいろんなねあのジャンルの曲を演奏する人多いですね。多いですね、はい、ウクレレっていうのはすごい魅力のある楽器ですよね、うん、でもマズが言ってたように小学校ぐらいからみんなやるからなんかこうウクレレはある青春時期はウクレレ弾いてると、はい、なんとなく、うん、あの恥ずかしい感じがしてギターとか、ね、エレキギターとか、はい、そういう方に行くわけですね。そうでも今は、うん、あのやっぱりジェイク・ショウ・ウクレレのおかげでウクレレが大人気になってそうですね、もう一回ウクレレを見直すということで、はいで日本では、うんまあ、名取山リオ君とかあそうです、ね、リオサイト君とかの、ね、頑張ってますね、おかげで、ね、みんな、うん、あかっこいいと思って、うん、そうですよね、はいまあ、ウクレレっていうものをねこう皆さんも手に取った方は結構多いと思うんですけどね、うん、日本の曲をねあの、はい、素敵な曲をウクレレで弾いてみるっていうのも素敵ですね、はい、そうですね。今のトゥルーラブもなんか、はい、ウクレレでバンスが歌うとちょっとなんかキュンとしてなんかこうねあのちょっと哀愁を感じるの で、 ああそうですか、ちょっと秋っぽい感じにぴったしだ。秋っぽいですね。うんうん、飽きないね。飽きない飽きない。今日は飽きない曲を皆さんにお届けしております。いいですね。はい、今日はですね、はい、あのこうもう秋になってきましたので、うん、秋だからこの曲聴きたいね、うん。そして秋だからこんなね、うん、あの。ことを楽しんでますみたいなね、はい、そんなお話をしていますよ ね、 そうですね。この後ビューティフルストーリーズはハワイでさらにお話をねしていきましょう、はい、JST 思い出に残るハネムーンの旅 Your dreams come true。 お問い合わせは松坂屋本店横旅行会社 JST 052-264-0300 まで。 Hawaiian Aid Cafe。 ハワイ週刊公局プレゼンツ Beautiful Stories of Hawaii。Beautiful Stories of Hawaii。 このコーナーはハワイ週刊公局の提供でハワイで見つけたちょっといいお話そして美しいストーリーなどをご紹介しています。今日は秋っていうことをねテーマにしています。あの秋っていうと私たちの場合あの食欲の秋っていう、うん、もうなんか何でも美味しく感じる、はい、ハワイはどうなんですか？そういうのありますか？ないですね。ないですか？だから日本来た時に食欲の秋聞いた瞬間に何だろうと思って、うん、で、ね、みんな教えてもらって、あ、なるほどねと、はい、あ、そういう感じで秋になったから食べ物が美味しいねとか何でも、うん、そうだよね。栗がこう落ちてくるわけでもないし、それでびっくりだよびっくり、よくそこに行き今分かりましたね。栗が落ちてくるから、はい、栗が落ちてきて、うん、それをこうあの蒸して食べるとか、はい、そういうのはないね、うん、ないですよ。ハワイではグアバとかマンゴーとか、あ、そうかそうか、ライチしかない、ライチしかないですね私たちなんかあの胃腸がね、うん、あのこの、はいはいはい、ストリートで桜通りにも、うん、胃腸の、うん、銀杏にしてね、はい、あのおちあの食べるんです。その匂いがすごいですね。あれも秋を感じ、匂いすごい。すごい。そうなの。そうで私たちもすごいいい香りがするんだけど。あ、いい香りだけどあの強い香りです、ね。強いです、そうです。
あれもなんか秋の風物詩、うん、おかんあの一つのものなんですよね。あれ飲んでいいですね。あ、そう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 、ね、あの薬にもなってるもんね。はい、なってますね。そうなんです、はい、でもねすごく気をつけなくちゃいけないんですけど、日本はね夢中になって、うん、あの身を拾おうとして、はい、結構桜通りってあるでしょ、はい、あそこにたくさんのね、うん、あのイチョウの木が並んでるんですけど、はい、年間に何人かがお年を召した方とか引かれちゃうんですよ、はい、あ、そうなの。気をつけないといけないの。そのぐらいやっぱり銀杏食べたいし、うん、あのもう本当に、ね、紅葉とともに美しいし、うん、こう夢中になっちゃうんですけど ね、 そ う、 ね、そういう事実もありから皆さんね気をつけていただきたいと思います、はい、う、はい、そうか秋、あ、じゃあマンゴーとグアバは秋はどうなってるんですか、なあの、ハワイでは。多分マンゴーは夏のフルーツから、うん、あ、 あんまり秋には出てこない。そうですね、うん、パパイヤ一年中大丈夫ですね。あ、そうなんですね、ライチも夏かな、うん、そうですね、一応夏のフルーツっていう、はい、あ、ウォーターメロンとかスイカとかも食べますよね。 スイカも、はい、うん、食べますね。それは年中食べれるの？ね、うん、どうでしょうね、スーパーでは売ってるんですけど、うん、でもハワイのものではないかな。そうなんですね、まあ、いろんなところからね、うん、アジアとか東南アジア の、ね、あのところから来たりするわけですよね。で食欲だと、うん、ハワイはね一年中食欲の秋そう、いいですね、いいですねみんな食べる食べるから。あ、そうなんですね、はい、まあそうですよねあの秋ならではのものではないけど年中いろいろと、はい、ピクニック行ったりとか、バンバン、ね、バーベキューやったりとか食べましょう、はい、っていうことなんですね。そうです。あ、日本だけなのかな食欲の秋とかっていうのは、うん、で読書の秋とは言わないの？読書の秋はもうないですね。ないですか？みんな本読まないからねそんなことないって読むと思いますけどみんな YouTube 見てる。あ、そうかそうか、今はあまり言わないかもしれないですね日本でもね言わなくなっちゃったのかもしれないですね、うん、まあ、秋になると涼しくなって、うん、秋の夜長っていう言い方をするんですけど、うん、秋になると、まあ、夜が長いっていうかね、うん、あの日が早く落ちるから、うん、そうすると家にいることも多いから、はい、で電気の、ね、下で本を読んだりとか、うん、BGM はアンジェラ・アキとかそこね、いや、もううまいですね、そこに秋を持っていくわけですね、はい、アンジェラ・アキねそうですそうですそうです、秋ならではのね、うん、アンジェラ・アキを聞けばいいですよね。そうですよ、はい、うん、飽きないよ。そう、はい、だから日本はやっぱり四季折々そういうなんか、うん、その地域に楽しんだりすることってあるもんね、はい、やっぱり、うん、それはやっぱりハワイよりもあるかもしれないということですよね、はい、ちなみに今は、はい、あの読書の秋っていうのはあまりないということなんですけど、うん、みんなあんまり本読まなくなってきてますか、ハワイでも。そうですね、うん、残念ながらやっぱりインターネットとか、インターネット、まあ、インターネット読んだりとか、うん、あと SNS、うん、インスタ見たり、うん、TikTok 見たりとか、うん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 、そうですね、読む、まあ、よ、まあ年上の方は読む、うん、読むんだけど、分かる。ライブラリーとかは？ あ、 ありますね、学校のライブラリーとか、うん、学校のライブラリーとか、あとヒーローの、パブリックライブラリーありますね、うん、ああ、それは誰でも借りることができるわけです ね、 パブリヒーローのパブリックライブラリー、うんうん、あの 目の前に、うん、ライブラリーの前に、うん、カメハメハの石があると知ってる？その石、知らない。その石というのはなんかパワフルな、あのその石はね、うん、あのカヌーみたいな大きさがあるんですよ。だからカヌー、長いカヌーみたい で、うんうん、でそれ長さね、うん、で幅は、うん、どのぐらいかな、バンスの3つぐらい、バンスの3つぐらいね、ぐらいあって、はい、そう、うん、結構その幅広い、幅広い、うん、で重たい、重たい、でその石は、うん、昔の金華メハメハが、うん、あのまだあのなんていうボーイまだ若い、はいはい、カメハメハがまだあの統一する前ですよね。そうそう、キングになる前、キングになる前ですね。で、ブルーデンは、うん、その石をあげられる方が、うん、ハワイの、あのキングになる、キングになるよってになる、うんうん、そういうレジェンドがある、はいはい、で金カメハメハが、うん、まだあの若い時にそれをあげた、うんうん、あげたの、あ、そうなんだ、すごいですね。そう、その石がハワイとヒロの、うん、
ライブラリーの前、図書館の前にあります。それは覚えておいて一回行かないといけないです、はい、ぜひ。じゃあもうとてもすごい、そのスピリチュアルストーンでもありますね。スピリチュアルストーンです。でも皆さん持ち上がらないでください。持ち上がらないで、はい、ボーンって落としたら大変ですね。そんなストーンをあげたんだ、キングカメハメハは。そうでしょう。神の子ですね。すごいですね。そうですね。ハワイね、読書あまりないんだけど、うん、ハワイね、うん、ヒロの、図書館行ったら、図書館行ったらそこに行くっていうのが皆さんの、はい、本読むよりそこを見て行くっていうね、有名な場所なんですね。有名な場所です、はい、なるほど、はい、でも日本って結構ねライブラリー、あの岐阜図書館とかっていうのもなんかね、木でできてて素晴らしい図書館ができてたりとかね、だから、ね、図書館自体がすごい活性化してるんですよ。カフェがあったりとか、もうすごい素敵なあのアーキテクチャー の、うん、あのデザインがされてて、はい、図書館に行くのがすごく楽しい。で、 あとブックデザイナーっていう人もいて、はい、こうブックを置くこうあの配列でセンスを見るっていうか、ここちょっとインテリジェンスゾーンとか、はい、ここはちょっと、ね、あの趣味の、ね、はい、ものとか、あとランダムに入れるんだけど、はい、なんとなくおしゃれな本が並んでるとか、そういうセンスを、はい、あのなんか評価するっていうのが最近流行ってますね。ブックデザイナーっていうのかな、ブックデザイナー、うん、そういうのもなんかね、日本はこれから秋になると活躍しそうですよね。ライブラリーで本を見るかどうか分かんないんだけど、うん、あの本を一つ の、 このアートみたいにして飾ったりとか、はい、そういうのも流行ってますね。いいですね、うん、素敵なことですよね。そうやっぱりあの、ね、読書とかあの、ね、うん、本読むとか、そういう守らなきゃいけないですね。そうです、そうです、うん、確かに、まあ、インターネットだけじゃなくて ね、 そうですね、うん、今本の味わいが、まあ、レコードとか CD ジャケットと同じですよね、うん、本のカバーに、ね、はい、見るといろんな絵があったりとか、はい、作者の思いとかが、ね、いろいろ書いてあって、うん、まあ、インターネットのはその辺の部分もね、あんまりこう、うん、カバーまで見ないじゃないですか、はい、だから CD もそうですよね。バンスの CD 撮る時 の、 そ、ね、その写真一つにものすごくこだわりするでしょう、うん、はい、そうですよ。でだから今の Spotify とかもあのオンライン上で聞くやつはそこそれ全然必要ないですもん。ジャケットがないよね。ジャケットないもん ね、うん、ね、うん、ジャケットの裏にいっぱい書かなくてもいいし、そうですね、うん、だからバンスも CD 作る時に一番その大事にしてきたのは、うん、多分ジャケットじゃないですか。そうですね、アートワークとかいろいろ ね、 ですよね、レイアウトはね、うん、そうですよ。そういうものがなくなっていくっていうのは寂しいですよね、うん、そうですね、本当に、はい、今日はとてもね、はい、内容の濃いお話をしております、うん、なんて言ったって秋ですからね。秋です、はいはい、じゃあ秋の曲もう一曲バンスさんにお願いしてもいいですか、はい、次の曲はね、うん、秋、まあ、この曲イコール秋ではなくて、うんうん、ワイメアのところを歌ってますね。ハワイ島のワイメア、うんうん、でワイメア行くと一年中秋って感じします。お、大草原のイメージがしますけど、そうで、まあ、牧場があったりとか、うん、パカ牧場ね、はいはいはい、あとね、あの涼しい一年中、なんかすごい秋っぽい。そういうことなんですね。そうでしょう。あ、風がこうスーッと通るからかしら。あの、じゃなくて、あのマウナケアの、うん、まあ、上のところにあるからね。そっかそっかそっか。なんかエレベーションなんていう日本語で、あの段差になってるんですね。そうですね、エレベーションエレベーションがあるから、うんうん、なんか涼しいですよ、一年中。なのでワイメア行くと秋っぽいです。へえ、あのワイメアっていうとなんかカウボーイとかそういうイメージを、うん、はい、観光客は思うんですけど、はい、ハワイの人はワイメア、うん、っていうと秋っぽい、なんか風が気持ちいい場所ということなんですね、はい、じゃあワイメアの曲お送りします、うん、はい、Ladies and gentlemen, check this out. This is Keanu o Waimea, the artist Na Palapalai. Enjoy on Hawaiian 8 Cafe.
ちょっと秋を感じました。感じますね。あのなんか独特な、うん、こうあの気配歌村さんの、はい、こう裏声っていうのが、うん、こうすごいなんていうか情緒を感じるというかエモーショナルな感じがしますね。そうですね。僕のハワイネイキャフェの先輩ですね。そうですね。スペシャルナビゲーターとしてねここに、うん、あのいたこともありましたね。いや嬉しいですね。まあの方はね、はい、あのハワイ島生まれですもんね。そうですね。はい。ね、うん、あのハワイ島っていうのは場所によってイメージも全然変わってくるし、はい、あのなんかこうそれぞれのエリアによって、うん、学校とか育つ子どもたちの雰囲気も、はい、なんかもう全然違いますよね。違いますね。同じ島と思えないような、そうですね、なんかこう個性がそれぞれ違ってきますね。そうね。嬉しいことは、うん、彼らが、キハオもそう、うん、あとコアナ、うん、高校生だったんですよ僕ラジオやってた頃に。あ、そうなんだ。で日本来て、うん、バンスしてるよ、あの番組聞いてたよハワイ島で。へえ、キハオはキハオの方が若いの？若いですね、はい、キハオはなんかバンスのお母さんみたいな感じがするイメージからすると殺されちゃった。怒りますよ。そうなの、まあ、落ち着いてるから。そう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 、ね、そうなんですか。結構言われてますね。高校生の時に聞いてた。聞いてた。で、あのナレオの、レフォア、はいはいはい、もうあの彼女はハワイ大学行ってた。あ、知るね。その時、うん、あのバンス聞いてたよとか。すごい嬉しいですね。バンス、まあ、ヒロだからね彼ら特に。そうですよ、はい、ヒロのナンバーワンね、ステーションでナンバーワンレーティングを取ったバンスの DJ を聞いてたんだ。嬉、まあ、はい、しいね。そういうことですね。でマーク山中はまだね、うん、あの中学生とか、ね、小学生だったんですよ。そうなんですか。え、じゃあ、はい、桑田もうまだじゃあ40代とか50代、まだ 40代かな。そうなんですね。そうですね。まあ
なんか2人ともねこうすごい貫禄があるから、うん、意外と若いんですね、はい、バンスの DJ を聞きながら育ったんだ。そうですよ、はい、そうなんですね。嬉しいですね。なんか独特な、はい、あのこの、ね、ワイメアとか、うん、大自然の中、例えば、まあうん、ワイメアとはまた反対の方のサウスポイントの南の方に行くと、はい、また風が強かったりとか、ね、え同じとこなの、そっちの秋の穏やかな風が吹いてる時は、うんはい、サウスポイントのところはねすごい強い風が吹いてて、はい、全然違いますね。ね、でコーナー行くと、うん、もうあのトロピカルみたいな感じで、あのリゾート地みたいな、リゾート地のね、ね、もう穏やかな雰囲気。そうですよ。でヒロに行くと雨が降ってて、でレインボーが虹がいっぱいある。どんなとこなの。でちょっと山に登ると雪が降っててね。そうですよ。だからハワイとは一番ですよ。世界中の全ての気候があるって言われてますもんね。そうですよ、はい、ホワイトっていうのは本当に、うん、何だろう、アバンダント、何でも豊か、うん、ね、ね、そんな感じします。自然もアバンダントし豊か、人の感情も豊か。そうですよ。そう、それはやっぱり自然環境からなるんでしょうかね。そうですね。曲もね、これって、はい、これがハワイ島の曲とかっていう言えないですもんね。言えないんだけど、ね、あのもう一つの曲ね、うん、選んで、うん、ハワイ島のバンドですよ。あ、そうなんだ、もう一つ。でこれ聞くと、うん、絶対ハワイ島を感じますね。あ、そうなの。はい、お、なんかハワイ島を感じるっていうとやっぱりなんかこう大自然、うん、あと土の匂いがするとか、はい、そういうイメージなんですけど。そう、結構メロ、うん、メロで、うん、それイメージができる、うん、ハワイといろんな気候とか美しい自然とか、でその曲の中にそういうフィーリングがすごいうまく伝えてるね、はい、あ、そうなんだ。で秋もちろん秋も感じますね。へー、ハワイ島生まれの人、そうでしょう、が作った曲。そうです。いや楽しみ、どんな曲なんでしょうか。はい、はい、The band is Ehukai、 Ehukai というバンドですね、はい、And the song is I Still Remember. Enjoy on Hawaiian Cafe.What we look for in life.
初めて、はい、この番組始まって以来初めて紹介した。あ、そうですか、うん、いいでしょう。いいですね。あ、でも今日のセレクションは全部なんか、はい、こうなんか心に染みてくるというか、はい、なんだろう、キュンとするというか、ね、素敵な、なんかこう情緒あふれる感じの曲ですね、うん、素晴らしい、ありがとうございます。あの、僕やっぱり秋に合う曲難しかったんだけど、秋に合う曲難しいよね、ハワインサウンド、ね、難しいと思ったんだけど、うん、でも見つけましたね、うん、はい、でも今の曲聴いてるとやっぱり同じにね、やっぱり人間の感情っていうのは、うん、秋になるとなんかこう少し、あの、今まで夏はねイケイケゴーゴーだったんだけど、うん、ちょっとなんかこう自分自身を取り戻したりとか、うん、自分自身を見直したりとか、はい、なんか思い出に浸るとか、はい、 そうですね、そういう感じですよね。そうですね、うん、それは共通だなっていうふうに思いました、はい、もう素敵な曲を今日はね選んでいただきましたね。ありがとうございます。あ、こうやってテーマを決めて曲を選んでいくって、ね、いいですよね。いいですね、うん、あの、じゃあバンスのセレクションはいつも素敵ですから、じゃあ いつかあの、じゃあなんかベンチプレスをやりながら、うん、最高なハワイン曲はどうでしょうか。ベンチプレスですか、それをその時に聞きたい曲とか。そうそうそう、多分みんながね、 そうですね、その気持ちよくわかると思うので、曲聴きながらやるんでしょみんな。そうですね、うん、まあ、僕ジムの音楽 BGM 聴くんだけど、みんなね、あの、はい、なんかつけて聴いてる、まあ、でもやってる人も多いからね。私はこんな曲を聴きながら頑張ってますよっていう風にね、はい、筋肉鍛えてますよとかね、そうですお腹の肉取ってますよとかね、いろいろいいと思います。いいです、あっという間に ね時間が過ぎましたね。皆さんね、ゆっくり秋をね楽しんでいただきたいですよね、はい、ぜひぜひ、はいはい、ハワイに行かれる方もね、はい、あの、日本でね滞在される方も、うん、秋はちょっとキュンとします、はい、ね、ちょっとなんか物悲しいところもありますけど、素敵なね、はい、あの、日々を過ごしていただけたらと思います、はい、今日のお相手も私清明葵とヴァンス K、 ありがとうございました。 Thank you、 はい、それではまた来週もぜひ聞いてください。アホイホン。Thank you.